はい、ヒルビリ法則今日のアウトプットです。今日もね、私、LGBTQ のクイア、マーコネーと一緒にダイエットの勉強をしていきましょう。今日から新しい章に変わります。第7章、インスリンと GI 値。ようやくここで GI 値の話が出てきますね。まあ、GI 値ダイエットでは非常に重要な、肥満予防ではね、特に重要なお話なので、ぜひしっかりお勉強していきましょう。で、このポッドキャストでは日本ダイエット健康協会の公式インストラクターを目指してるマコネーが、普段使っているテキストをもとに皆さんに勉強してきた内容をシェアするっていう内容になっています。まあ、このテキストっていうのは、各章ごとにいくつかの問題形式で出題されてて、その問題を答えるって感じで進んでいきます。で、もともと私自身も勉強しながら、この資格試験を受けるっていうことが目的なんですけども、覚えてきたことを皆さんにアウトプット、要は皆さんにお伝えするってことで、私も勉強になり、皆さんも勉強になるという感じで、進めていってます。まあ、そんなわけで全100回シリーズのもうすぐ、第1章じゃなくて、2級分のテキストが終わるところに差し掛かってきました。そんなわけで今日の問題はこちらです。インスリンがたくさん出れば脂肪がどんどん蓄積される、イエスかノーか。まあ、そもそもインスリンってなんだっけっていう話になると思うんですが、私はね、最近までインスリンのことをインシュリンって呼んでました。インシュリンって呼んでました。そう、だからインスリンっていう言葉を正しくしたのは本当最近。そんなわけで今日のテーマはこちらです。今日のテーマはインスリンと血糖値。さあ、どんなお話になっていくでしょうか。まあ、インスリンと血糖値は本当ダイエットとも肥満とも切り離せない重要な要素なので、正しく勉強していきましょう。まあ、血糖値というのは、まあ、読んで字のごとく血中の糖の量を表す単位です。はい、まあ身近になりましたよね。そう、今ね、簡易的に血糖値を測るようなキットなんかも、売ってますので、まあ、血糖値を定期的に測ってる方も結構いらっしゃるんじゃないですかね。そう、ただ血糖値は、まあ、食べてすぐに変化するので、まあ、平均的な血糖値とかって、まあね、なかなか測定しづらいものでもあります。じゃあ、まあ、血糖値が高い と、どうなるかってことをちょっと見ていきたいと思います。血糖値がね、急激に高くなったりすると、血管を傷つける恐れがあります。そう、なので血糖値が急に上がったっていう場合、脳がね、SOS を発信して、インスリンが分泌されます。じゃあ、そのインスリンって何ですかっていう話を見ていきたいと思います。まあ、インスリンっていうのは血管を傷つける恐れのある血糖値をね、下げることができる唯一のホルモンで、まあ、膵臓のね、ランゲルハンス島から分泌されるんですが、まあ、そのランゲルハンス島っていう名前がね、ちょっと由来を調べてみたいと思いながら調べるのを忘れてました。また何かの機会でお話したいと思います。じゃあ、まあ、インスリンの働きはというと、インスリンはですね、糖を血中から筋肉、肝臓、脂肪細胞に貯蔵する役割を持ってます。だから血中から糖を取り除くっていうことですね。まあ、行き先が、まあ筋肉や肝臓や脂肪細胞ということになってるんです。じゃあ、まあ、インスリンもね、やっぱり分泌されるんですけども、過剰分泌される場合があるんです。まあ、血糖値がね、高ければ高いほど、急激に上がれば上がるほど。まあ、そこでインスリンが過剰に分泌されると、どんなことが起こるかを見ていきましょう。まあ、インスリンが過剰に分泌されると、血中のエネルギーのね、脂肪細胞、血中のエネルギーをね、脂肪細胞にどんどん溜め続けちゃうんです。そうすると当然肥満の原因になります。はい、インスリンが肥満の原因になるってことを、まあ、しっかり覚えておいてください。で、まあ、さらにね、まあ、インスリンが頑張りすぎちゃったおかげで低血糖になっちゃうんですね。まあ、そうすると脳が空腹をね、勝手に誤認しちゃって、普段以上に必要以上にね、食欲を感じるようになっちゃいます。
食欲を感じればやっぱり食べたくなっちゃうじゃないですか。そう、まあそんなのがね、まあ、インスリンが過剰に分泌されると肥満につながるよとか、そういうふうに言われる要素になってます。じゃあインスリンのコントロールをすると、もちろんインスリンのね、分泌をね、コントロールすることはもちろん肥満の予防につながります。まあ、そんなわけで今日の問題を振り返っていきましょう。今日の問題はですね、問題32、インスリンがたくさん出れば脂肪はどんどん蓄積される、イエスかノーか。そうですね、インスリンがバンバン出ればバンバン、脂肪細胞に蓄積されますので、イエス、イエス、イエス。そうです、インスリンがたくさん出れば太ります。はい、じゃあインスリンをどうやってコントロールすべきかっていうことが、まあ、次のお話につながっていくんですが、問題33、明日の問題はこちらです。来ました。私のね、このお話の中でも GI 値は何度も出てきてるんですが、出ました、 GI 値。 GI 値はカロリーと同じぐらい気にするべきだ、イエスかノーか。はっきり言いましょう、答えはイエスです。はい、私は GI 値の方がカロリーよりもよっぽど、肥満やダイエットには重要な要素だと思ってます。まあ、それがどういうことかについては、もちろん、また明日。まあ、そんなわけで、今日から、なんだっけ、インスリンと GI 値、第7章に入っていきます。このね、第7章も非常に重要な内容なので、ぜひお聞き逃しがないように、今日のアウトプットは毎日お昼の12時にアップしています。とは言っても、ポッドキャストですのでね、皆さんご自由な、おじ、自由な時間に、ご視聴いただければ幸いです。一緒にダイエットを勉強して素晴らしい体を手に入れましょう。マコネでした。バイバイ。またね。